現在はうまくいってても、どこかの多目的トイレでバレた有名人のように、その一回で人生が転落するパターンも珍しくないですからね。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは。占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。さて、今日はなかなか面白いお話ができるはずです。温めていたというか、今まで話す機会があんまりなかった話題なんですよね。この職業上、たくさん聞いてきたネタなんですが、ついに解放する日が来ました。男性側の味方なのか、女性側の味方なのか、どちらかはわかりません。本田博太郎みたいですが、男女は狐と狸の馬鹿試合ですんで、どう取るかは視聴者さん次第です。というわけで本日の話も質問をいただいた返答として台本を作成しました。こんな風にこのチャンネルは皆様の質問が成り立っております。公序良俗に反するもの、YouTube の規約に違反するもの、プライバシー的にアップロードが不可能なもの以外は、大体何でも全ての質問に答えていくつもりです。概要欄には質問フォーム、動画のコメントからお気軽にメッセージをください。また僕は SNS もやっています。Twitter では気軽にできる風水、Instagram では運気アップ画像を投稿しておりますので、よろしければそちらの方もフォローしてもらえるとありがたいです。では質問に行ってみましょう。質問、楽天モバイル最高さん、男性の方ですね。ケンケン先生こんにちは。ケンケン TV ぶっちゃけかなりのレベルの面白さです。僕はアラフォーの経営者なんですが、このチャンネルは大人の人向けかもしれませんね。全動画見ていますが、嘘の動画を見たんですが、僕は女性よりはるかに嘘をつくのが上手くてかなり自信があります。散々不倫や浮気をしてきましたが、たったの一度もバレたことがありません。ただ仕事で詐欺をしたり悪事を働いたりはもちろんなく、逮捕歴などもありません。僕のような人間は先生の感想学で見るとどのくらいの割合でいますか？嘘が上手い男は少ないですか？浮気不倫はバンバンするけど犯罪系は一切しない人ってどれくらいいますか？あと僕みたいなタイプが浮気バレることってあると思いますか？ぜひ先生に鑑定してほしいんですよね。おそらくは善人、真人間ではないですが、そこまで悪人ではないと思うんです。こういう人間の感想学的診断お願いしたいです。これからも動画見ます。楽天モバイル最高さん、質問ありがとうございます。どの部分が主の質問かわからなかったんですが、別の女性から何件か浮気の見抜き方も聞かれていたんで、この質問がちょうどいいかなと読ませていただきました。ぶっちゃけて言いますと、今日の相談者、楽天モバイル最高さんのような方はめちゃくちゃ多くはないですが、僕の相談者の経営者さん、富豪たちの中では実は一定数おられます。まあ仕事関係はものすごく固いこと、全く犯罪に触れていないが、女関係だけはめちゃくちゃな人、これは案外多いです。それだけは仕方ないのかもしれませんし、善悪の基準をどこで決めるかっていうこともあります。浮気や不倫は刑事で起訴できないから悪くないのか、日本の法律で OK だったら全て善になるのかという話になってきますからね。マリファナ OK な国もあれば、飲酒自体が禁止な国もあります。一夫多妻制が認められている国であれば、女性をたくさん囲っても問題ないでしょう。だから日本の法律に触れなければ OK、 女性側が傷ついても逮捕されないんだったら全てが善であるという見方は僕からすれば違うと思います。すいません、固い話になってしまって。というわけで善悪については相談者さん自身が決めてもらえればいいのではないかと存じます。さて、それはともかく浮気ですね。相談者さんも随分とバレないことに自信がおありのようですが、僕の相談者さんも5万とそういう自信を持って打ち砕かれていった方々がいますんで、過度な自信は禁物だと僕から助言させていただきますね。相談者さんのためか、浮気を見抜きたい女性のためか、どちらの糧になるかはわかりませんが、僕のお客さん、浮気に自信があった富豪たちがバレてしまった例を5選紹介しますんで、一応世の中にはこんなイレギュラーな出来事もあるんだと肝に銘じておいてください。それを知った上で楽天モバイル最高さんもまだバレずにやれるかどうか熟考してみてください。それではいきます。一つ目です。海外旅行の後でです。これは飲食店経営のオーナーさんですね。海外に視察旅行に行くと言って愛人と共に出かけたんですね。で、1週間後ぐらいに家に帰りました。奥さんが旅行カバンを開けるとパスポートが2冊入ってたんですね。もちろん旦那と片方は愛人のです。これは愛人がわざとカバンに仕込んだ説もあります。で、このパスポート誰のやねんと奥さんに詰められるわけですね。どこかで誰かのが紛れ込んだのかもしれんと苦しい言い訳を旦那がしたんです。ですが奥さんは誰かのパスポートがたまたま紛れ込んだんはまあええわ、でもなんでこの女のパスポートをあんたと出国も入国も全部一緒の日付のハンコが押されてんねんと言って完全にアウトになったケースですね。これは話の途中で語ったように愛人側からの罠だろうなというのがその符号と僕の一致した予想ですね。
どうしても嫁と別れて欲しかったんでしょうね。ちなみにその後富豪は貧乏になって、愛人にも相手されなくなって、未だに奥さんと離婚していません。まあ貧乏になってもついてきてくれるのは本当はその奥さんだけなんですけどね。それを初めから分かっていればこんな貧乏になることもなかったんですが、この方だけでなく僕の今までの占いの相談者の浮気バレたケースを聞いていると、本人は万全の体制で大丈夫だと思っていても、愛人が仕掛けた罠にはまっている事例がかなり多いですね。女は怖いんですよね。はい、次行きましょう。あ、せっかくなんでもう一発この女側に仕込まれたケースを話しておきましょう。二つ目ですね。次も経営者さんです。イケイケのおっさんです。この人は今もお金持ちです。何歳になろうとイケイケのおっさんです。下品で常に女性が横に座る飲み屋さんでは1時間中59分ぐらいはずっと女性を触っているような人なんで、皆さん想像がつきやすいでしょう。がそう見えてもかなり家族にはちゃんとしているんですよね。周りのみんなにも地球の七不思議の一つと言われています。従業員にもバチバチに厳しいんで、この令和の時代でも従業員をグーパンチするような経営者です。全ての優しさ愛情が嫁と子供にリソース使用されているんで、他の人には鬼のような厳しさです。そんな彼も愛人に仕込まれたんですよね。ラブホテルに行った時に出てくるレシートを服のポケットに入れられたみたいです。もちろんそんなの気づくはずもないんで、服を洗濯しようと思った奥さんに気づかれてしまいます。なんとか従業員か一緒に飲みに行った仲間のいたずらってことでごまかしたんですが、さすがにめちゃくちゃ危なかったと語っていました。最初は何の紙かわからなくて、ラブホのレシートと理解した時には血の気が引いたと言ってましたね。愛人側はこのレシートの仕込みを最後まで認めなかったみたいですね。あんたが酔っ払って勝手にポケットに入れたんやろということで引き下がらなかったらしいんですが、さすがにわざわざラブホのレシートを持って帰ろうとするおっさんもいないでしょうし、証拠がないんでそこまで詰めれなかったそうです。と、このね、マジシャンの種の用意のような人のカバンやポケットに入れてくるパターンは要注意ですね。男性陣はくれぐれも家に帰る前には隅々まで探してください。嫁側の皆さんはいろんなポケットを探すことで何か見つかるかもしれませんね。愛人を遂行されている皆さんは仕込みの技術をマスターすることで嫁と離婚させれるかもしれませんよ。と、全ての方にアドバイスしておきます。では次に行きましょう。3つ目ですね。次は全く防げなかったパターン。これになったら男性側はいくらなんでも防御不能です。自分の相談者に聞いて、まさかこんなバレ方があるんだなと思いました。これは会社の役員の方ですね。厳密に言うと社長ではありません。まあある時愛人と一緒に車に乗ってたんですね。でその車が問題なんですが、その時点では一切何もなかったんですよ。そこから数週間後に家に警察が来たらしいんですね。その男の人はいなかったんですが、奥さんが対応したみたいなんで、実はオービスに引っかかっていたみたいで、その時点か奥さんが警察に行ってかわからないんですが、オービスに写っている写真を見せられたんですね。するとそこに写っているのは旦那と女性だったんです。こんな風にまさか警察から嫁にバラされるという最悪のケースだったんですね。なんとか嫁に言い訳をしたみたいでしたが、無理だったようです。このオービスの通知は封書で文書だけ来るバージョンや、都道府県別なのか時期的なことなのかわかりませんが、いろいろな通知法があるようですね。この僕の相談者は一番悲惨な通知に当たったというわけです。次、4番目ですね。これは相談者ではなく僕の友人です。嫁を舐め切ったケースです。今日の楽天モバイル最高さんに似ていますね。友人 S としましょう。 S は嫁子供がいるんですが、嫁に秘密で隣の市ぐらいに愛人にも子供を産ませている男です。愛人側は奥さんと子供がいることを知っています。で、お正月に S は本妻の方の家族と初詣に出かけたんですね。行った神社はその地域ではかなり定番の有名初詣スポットだったんですが、するとたまたま愛人の方もその神社に来ていて、愛人側の子供が S にパパーと抱きついてきたみたいなんです。さすがにそこからは地獄絵図だったみたいなんですが、なんとか奥さんを説得して、その S は死に物狂いで現在仕事もうまくいっていないのに二家族を養っています。まああまりにずっとバレないできたんで油断していた事例ですね。人間ずっとバレていないとついつい甘くなってしまいがちです。楽天モバイル最高さんも本当にその傾向が見られているんで気をつけておいた方がいいです。次、5番目ですね。ありえないパターンで言うと、テレビに映ったというのがあります。これも僕のお客さんですが、たまたまテレビ番組に映り込んでいたのを嫁が見つけたパターンです。現代的な見つかり方ですが、ハードディスクレコーダーに残っていたんで、そのシーンを何度も見せられたと語ってました。その本人らはインタビューを受けたとかではなく、何かの番組の背景部分にたまたま映り込んでたみたいですね。愛人と腕を組んで嬉しそうに歩いている姿が。
こういうのはもう言い逃れができないですし、まさかの偶然パターンなんで、見つかった瞬間に終わりです。さて、男性の浮気見つけるケースだけでは男性視聴者さんがブーブー言いそうなんで、珍しいパターンで浮気が見つかった女性版を最後に紹介しておきましょう。2件あります。超有名なのがあるんで、キーワードは読売ジャイアンツです。1人目は川原純一投手ですね。川原氏はイケメンでいい投手だったので覚えている方も多いでしょう。そんな彼は幸せな結婚をするんですね。そして結婚後、週刊誌に奥さんが元ソープ嬢だったことをすっぱ抜かれるんですね。川原氏は奥さんがそういう仕事をしていたと知らなかったみたいなんで、その後スピード離婚しました。奥さんは巨人軍のスター選手と結婚できると思ってその事実を隠していたんですが、やはり人の口にとは立てられないんですよね。まあ職業に理解のある旦那さんだったらよかったんですが、川原選手はダメだったみたいですね。次です。次は伝説的な話なんで知っている人も多いかもしれません。壮絶な浮気のバレ方、おそらく日本史上ナンバーワンではないでしょうか。都市伝説って話もあるんですが、僕の知り合いの野球選手に聞いたらどうやら真実みたいなんですよね。一応これはちょっと伏せ字にしておきましょうか。慶田選手と。慶田選手はまあ昔活躍された日本人プロ野球選手です。結婚して奥さんが妊娠して、そこまでは順調だったんですが、ところが奥さんが、出産したのはなんと黒人の赤ちゃんだったんですね。これが原因で離婚したという話です。という伝説的な話なんですが、でもこれはね、逆にそこで分かってよかったかもしれませんね。北島麻衣、光源氏、大沢夫婦のようなケースもありますからね。というわけで今日は男女の浮気のバレ方についての話をしました。今日の相談者さんのように変な自信を持っている占いのお客さんたちを僕はたくさん見てきました。ですが悪いことをしていると意識があるものに自信を持っていてもしょうがないです。それに今は大丈夫かもしれませんが、後で大きなしっぺ返しが来ることもありますんで、ほどほどにしておきましょう。現在はうまくいってても、どこかの多目的トイレでバレた有名人のように、その1回で人生が転落するパターンも珍しくないですからね。と今日はまさかの浮気のバレ方を話してみました。こんな風に浮気の話からその他人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。